ここで変えてきましたね。まあここは三振取れることが理想ですけど、とにかく塁には出したくないですね。なるほど。さあどう組み立てていくのか。初球ボール。力のあるストレートですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。152キロ。おっつけて打ちました。さあどうだ。レフト掴んでツーアウト。打順はトップに帰って西川。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。インサイド変化球決まっています。打ちました。高い打球センターへ。ここは打ち上げています。上田が抑えてスリーアウトチェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。1対1同点です。10回の裏スワローズの攻撃です。そしてカープがマウンドに送るのはもちろんこの人です。難しい相手ですが、なんとか打たなければなりません。10回の裏スワローズは代打を送ります。荒木が打席に入ります。スワローズ同点でこの回を迎えています。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。もう集中するしかないですよ。さあまずは先頭バッターを出していきたい。ちょっとすっぽ抜けた感じです。外は入っています。さあ3球目は何か。内への変化球は決まりません。フェア。レフト線へのヒット。ベンチの期待に応えました。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。さあここでスワローズダイソーを送ります。帰ればサヨナラ。塩見がファーストランナーに入ります。さあノーアウトでサヨナラのランナーを一塁に置いています。バッターは奥村。そして塁上には走ってきた。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。この盗塁大きいですよ。1打差。送りバントだ。あっと上げてしまった。しかしこれはファウル。さて西さん、バッターの奥村対左バントしました。三塁方向、ピッチャーが抑えた。一塁アウト。きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁です。バッターボックスには代打の広岡。西さん、いい場面で打席が回ってきましたね。最低でも犠牲フライは欲しい場面ですよね。
ここで申告敬遠を選択、勝負しません。バッターは一塁に向かいます。さあ、そしてバッターボックスには太田が入っています。さあ、チャンスが続きます。西さん、ここはスクイズはありますか？十分あり得ると思いますが、向こうも警戒してるんじゃないでしょうか。なるほど。さあ、どう来るか。バッターボックスの太田、今シーズンの得点圏打率は1割6分1厘となっています。まあ役回りというのもありますけど、ちょっと寂しい数字ですね。まあ肩の力を抜いて力まずにいってほしいですね。まあそうですか。ファウルです。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点、ふわふわっと上がった。ここはフライになっています。取ってアウト。2アウトランナー3塁1塁となりました。さあ、そして打席には上田が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ今度こそここで決めたいですね。なるほど、そうですよね。これが2球目。ジャストミート、ライト前ワンバウンド、帰った帰った、サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。ヤクルトスワローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。あのね、本当にね、何とも言えない、言葉が出ないぐらい嬉しいんですよね。帰り気をつけて帰ってください。そうですね。勝ったヤクルトスワローズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のカープですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。